防衛省と石垣市、過激化対策で石垣島の自衛隊宿舎候補地を非公開に。八山日報によりますと、石垣島への陸上自衛隊配備計画において、自衛隊員の宿舎の建設候補地となっている地内3カ所の情報を石垣市が深い示、非公開にしたことが明らかになりました。この 不開示について、石垣市議会が反発しているようでございますけども、この不開示、沖縄防衛局が宿舎への不法侵入や破壊行為などの犯罪を招く恐れがあるとして、石垣市に不開示にしてほしいと要請をしており、石垣市の中山市長は、市民が犯罪を起こすと防衛省が 発言したわけではない。防衛省からも不開示にしてほしいという要請が来ている。市と国の信頼関係の中で不開示にしていると説明しました。さらに、石垣市の総務部長は、過去に感謝を標的とした放火、爆発物などの犯罪が発生していると説明をしておりますけども、こういった自衛隊の宿舎の 候補地が事前にバレてしまいますと、候補地が不法占拠されたり、辺野古のように工事が妨害されかねません。また、沖縄ではすでに過激派・テロ集団の中核派が自衛隊や海上班長を襲撃し、放火事件を起こしておりますので、 このような事件が発生している中で、防衛省や石垣市が安全を最優先するのは当然なんじゃないでしょうか。ぜひとも石垣市議会の皆様には、国民の安全を第一に考えていただき、石垣島への自衛隊の配備計画が 滞りなく進むようにご協力をお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました